市長定例記者会見を始めます。本日の発表項目は G7 関係閣僚会合の仙台市への誘致についてでございます。それでは市長お願いいたします。はい、おはようございます。2023年に日本で、開催されます G7 サミット主要国首脳会議に伴います関係閣僚会合について、仙台市での開催を目指しまして、誘致に取り組むことといたしました。G7 関係閣僚会合は主要国の閣僚が集まって国際的な重要課題について議論をする世界的にも注目度の高い国際会議でございます。前回日本で開催されました2016年には G7 仙台財務大臣中央銀行総裁会議が秋保地区で開催をされ、国内外からおよそ1000人の参加者をお迎えいたしました。仙台東北の魅力や東日本大震災からの復興を世界に向けて力強く発信し、多くの経済効果をもたらしたところでございます。今回の G7 におきまして、は基本計画に掲げますザ・グリーネストシティ仙台の実現に向けて様々な挑戦を続ける本市の取り組みを国内外に発信し、グローバルマイス都市としての国際的な評価が向上し、ポストコロナにおける地域経済の回復や本市のさらなる成長の第一歩につながることを期待して、関係閣僚会合の誘致に取り組むことにしたものでございます。今後12月の中旬までに国に対して、誘致計画を提出いたします。その後国によるヒアリングや現地調査などを経て、開催地が決定される見込みです。官民挙げて誘致に取り組み、森の都仙台の国際的なプレゼンスの向上と仙台東北の交流人口の回復を図ってまいります。私から以上です。はい、それではただいま発表した事項についてご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手の上、報道機関名と氏名を述べていただいた上でお話しください。またマイクの使用についてもご協力をお願いいたします。それではご質問いかがでしょうか。よろしくどうぞ。すみません、青木新聞記者です。よろしくお願いします。今回関係閣僚会合、仙台誘致しようと、特にどういったところをこうアピールして、どの辺をこう閣僚会合を狙っていくかとか、現時点で、お考え方などをお聞かせください。まずですね、今般のコロナでも厳しい状況でもございますし、地域経済の回復、活性化、交流人口の拡大にもつながるものと思いますし、先ほどもお話しいたしましたけれども、グローバルマイス都市としての国際的な評価を向上させたい、そしてまた森の都の良さというのを、都市セールスに大きくつながるものというふうに考えてのことでございます。現時点で、こういう閣僚会合を誘致したいと、具体的なものは現時点では、ですね、まだどの閣僚会合が開催されるのかなど正式に決まっておりませんので、何をというふうなことをこの場で言える状況ではありませんけれども、仙台の都市個性を存分に発揮できる、選んでいただける可能性も高いところを考えています。つまりは仙台は、クロステック事業ですとかスーパーシティ構想ですとか、それからまた次世代放射光施設、東北大学や国内外の各企業などと連携してですね、最先端のテクノロジーを活用した地域課題の解決やまちづくりにも努めているところでございますので、そういった意味から科学技術の分野が一つの候補になるのではないかということ、それからまた防災環境都市として取り組んでおります脱炭素都市づくりや循環型都市づくりにも
率先して取り組んでおりますので、まあ、そういった環境分野についても同様に候補になるんじゃないかなというような、あ、そういうあの、気持ちでいるところではあります。そうですね、この今後のスケジュールの中で、誘致活動の主体となる官民連携設立とあります。官民連携組織、例えばどういうところを想定していらっしゃるんですか。前回も経済界の皆様方等とさまざまなあの方々と一緒になって、2016年の時には取り組んだと承知をしておりまして、今回もですね、ぜひ同じように東京連、それから商工会議所、また仙台経済同友会などの地元の経済団体ですとか東北大学など多くの方々とタッグを組んで、ぜひ誘致を成功させたいというふうに思っているところです。もう一点、ちょっと2019年の時はですね、残念ながら観光庁会議、誘致できなかったですけども、今回その雪辱リベンジという形になるのかなと。そうですね、そうですね、2019年の折には観光ということでぜひというふうに思って、引導したわけですけれども、残念ながら観光大臣会合をぜひというふうに手を挙げていた地域も随分と多かったということもございます。今回はですね、ぜひ、あの時の悔しさもですね、ございますので、なんとか成功させたいなというふうに思っています。はい、他にご質問はいかがでしょうか。どうぞ。自民の川原です。よろしくお願いいたします。2点伺います。いつもサミットの会合となると警備の点がいつも課題になるかと思います。仙台市の利点というか、どういったところで警備がうまくできるか、課題として挙げているところが今どこかということを教えてください。これもまだどこを会場にするかなどはこれから整理をしていかねばならないというふうに思っております。すでにですね、県警本部長にはそういう心づもりで、おりますということはお話をさせていただいたところです。2023年は実はサミットが開催される時期が、全国都市緑化フェアの開催時期と重なるということも考えられますことから、大変その警備には心してもらわないといけないということもあるものですから、詳細固める段階でですね、県警のご協力もしっかりと仰ぎ進めていかねばならないと考えております。ありがとうございます。あともう1点、すでに G7、本会議も関係閣僚会合も国内複数の都市が手を挙げているかと思います。調べ報道で聞いている範囲でかと思いますけれども、他都市と比べて、仙台の強み、また、ライバル気になるところっていうのは今のところどういったところでしょうか。それぞれの都市にはそれぞれ のアピールするところっていうのがあるんだろうというふうに思っていますけれども、仙台の場合ですと先ほどもちょっと申し上げましたけれども、イノベーションを生み出す都市ということもございますし、防災環境都市ということもございます。さまざまな強みをとにかく一生懸命にアピールしていくのに尽きるんだというふうに思います。ありがとうございます。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ。仙台放送の大町と申します、はい。コロナで経済活動の回復も見込んでるっていうことだったんですけれども、もし誘致に成功して開催されるってなったらどのぐらいの経済効果をこう見ているようなものでしょう。もしあれば教えてください。はい、これは2016年の会合もございますので、その時にはどうだったかということだろうと思いますけど、ちょっと担当が出てますので、説明させていただきます。住宅戦略推進課の佐田原と申します。
今回についてでございますけれども、関係閣僚会合の規模によって経済効果というのは参加人数も変わってきますので、経済効果というのも変わってくるかと思いますけれども、前回のですね、G7 の財務大臣会合の財務大臣中央銀行総裁会議の際には、参加人数各国の代表の方400名、それからメディアの方600名ということで合計1000名の方、約1000名の方にお越しいただいたんですが、その後、地元の金融機関の方で試算しました経済波及効果としては5億1500万円で、その他、広告換算、パブリシティ効果と言われておりますけれども、そういったものの効果として、約30億、あ、ごめんなさい、25億ですね、の経済効果があったというふうに試算されておりますので、そちら今後の閣僚会合どのような会合になるかにはよりますけれども、一つの参考にしているところでございます。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ。科学新聞はせみです。おはようございます。そもそも論なんですけども、市長は議会でライバル都市と宣言された福岡市はですね、サミット本体の誘致を表明されています。仙台市はサミット本体ではなく関係閣僚会合を狙っていくという、この点の理由をお聞かせます。先ほどちょっと触れましたけれども、多分2023年 の、 G7 サミットが開催される時期がですね、都市全国都市緑化フェアの開催時期と重なるのではないかと見ておりまして、そうなりますと使える施設というのも限られてもしまいます。でまた警備のこと等々を考えますと、やはりここは本体の誘致ではなく関係閣僚会合だなというふうに判断したところです。あと、先ほどの質問にもあったんですけども、G7 ではなくて2019年の G20 のことですけれども、残念ながら選に漏れてしまったという、あれを踏まえてですね、内部で検証もされたんだと思うんですけれども、今回の誘致活動で、2019年の時と何かこう取り組み方を変えようとかですね、いう何か変更点というかですね、今回にあたって新たに、方針に行ってみようみたいな部分があるのであれば教えていただきたい。ですね、持ってこれるかどうか、成功をするかどうかというのは、今後の取り組みにかかっているのはそれは事実だというふうに思っていますけれども、先ほどもちょっとご説明申し上げましたけれども、本市の都市が持っている取り組んでいる施策のこれは非常に何ですかね、優位性を持っているところもあるというふうに思っておりまして、ここをPR、とにかくこういうことに取り組んでいて、こういうふうな成果を上げているのだ、だからこそ関係閣僚会合をぜひ来てもらいたいんだということをアピールしていくに尽きるんだというふうに思います。もちろん官民挙げてですね、連携して取り組む必要があると思いますし、県のご協力もいただかなくてはならないというふうに考えております。とにかく地域一体となって東北のために、宮城のために、仙台のために、ぜひ誘致を成功させたいと考えています。あとすみません、ちょっと資料の今後のスケジュールのところで、じゃあいつ決まるんだというところで、令和4年夏頃過去想定とありますけれども、夏頃、いつ頃っていう、どういう見立てなんでしょうか。これもじゃあ担当から答えてもらいましょう。担当からお答えします。開催地の決定時期なんですけれども、国の方では現在開催地の決定時期については未定というふうになっております。で前回の G7 の時には、前の年の夏頃に決まったということで、本市といたしましては、前回の例から考えますと来年の夏頃開催地が決定するのではないかということで現段階では想定しております。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは発表した事項以外でご質問がありましたらお願いをいたします。いかがでしょうか。どうぞ。科学新報高木です。よろしくお願いします。忘年会についてなんですけど、
まだ少しちょっと気が早いかなというような気もするんですが、昨日村井知事が、職員に対して忘年会の開催を奨励するというような方針を示されました。仙台市では職員の忘年会についてどのような姿勢を示して臨むんでしょうか。今の感染状況はおかげさまで、落ち着いておりますので、これは認証店も増えております。安全、感染予防対策をしっかりと施した認証店も増えているということもありますので、やらない方向でというふうなことには今の段階ではならないというふうには思っているところです。でそれぞれの職場でもさまざまな事情を抱えていると思いますし、職員の意識もそれぞれだろうというふうに思います。まとまれば今のこういう状況であるならば交流を深めるためのそういう会をお持ちになるのはそれを止めるものでは全くありません。ただやはり忘年会12月の感染状況が、どういうふうになるかにもよりますし、そこは私からやりなさいやりなさいというふうに申し上げることでもないかなというふうに今の段階では思っているところです。地域 の, お店を潤すためには食べたり飲んだりできるときに行っていただくのは構いませんけれども、大人数で、となるとまたそれも違ってくるかもしれませんし、そこは職員に任せるしかないなというのが私の気持ちです。すいません、今ですね、今の段階ではその方針を示さないというような言葉だったと思うんですが、近づいて忘年会シーズンがさらにこう近づいてきた段階で何かしらのこう方針というかですね、出される可能性というのはあるということでしょうか。いや、それはもう職員に任せようというふうに思います。交流を図っていくのも大切なことだと思いますが、一方で感染が拡大する中ではそれは難しいというふうなことにもなるんだろうと思います。それはケースバイケースでそれぞれに任せたいと思います。分かりました。ちなみになんですけど、これもまた12月の感染状況が分からないかと思うんですが、はい、ご自身は抗議してもご自身は、うん、忘年会どうされる予定ですか。まだ忘年会、もうそういう時期なのかと思いもするわけですけれども、私自身は具体的にですね、例えば秘書課の職員みんなと一緒に忘年会をしましょうかと今の段階から計画を立てるのは少し難しいのかなというふうには思っているところです。そうですね、つい先日までリバウンド防止策定に向かって多人数での会食というのは控えてほしいというような要請もしていました。市民、民間企業を含めてですね、市民について対しては現在忘年会についてどのように呼びかけているか、市民の忘年会についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。ワクチンの2回接種を済まされた方というのも確実に増えてきております。また PCR 検査 の, 安い金額で、検査も可能な状況も作ったところでして、そういう意味ではですね、何でしょう、感染をしていない人たちで、グループを作って、では認証店などで行いましょうということは十分あり得ることなんだろうというふうには思いますけれども、それをですね、私からぜひこうしなさい、ああしなさいという、そういうものではないのではないかというふうに思っているところです。当然、市長がやってくれということにはならないと思うんですが、その感染症に気をつけて、それぞれのご判断でというようなところになっているのでしょうか。分かりました。ありがとうございます。はい、はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。何でもすいません、
ワクチンのですね、あの3回目接種が、まあ、いずれ2月から始まると思うんですが、まあ、ちょっとまだスキームが見えない中ではあるんですが、宮城、仙台の場合ですと、1、2回目の接種の時には、大規模接種会場を、まあ、東北大、宮城県と設置して、まあ、ある程度それがやっぱりその接種の促進につながった部分があるのかなと思うんですが、3回目の接種に関してはこの大規模会場の必要性というのは市長現時点でどのようにお考えになっているでしょうか。まだですね、そのどのようにワクチン3回目のワクチンを接種するのかというインターバル8ヶ月程度空いた方からということは示されてますけれども、例えば、ファイザーでそのままファイザー、モデルナだったらファイザーが可能なのかとか、モデルナの3回目はどうなのかとかですね、いろいろとまだ課題もあって明らかになっていないところもありますものですから、今すぐにここの場でそのことについては申し上げにくいというふうに思うんです。国の方としての方針なり何なり示されて、必要とあればそれは県ともいろいろとお話をしていかなくちゃいけないんじゃないでしょうか。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞどうぞ。はい、東北放送の月と申します。はい、前回のテレ会見でも少しお話しいただいたんですが、先日の衆議院選挙の会場の部分で、トラブルが、相次いでしまったというところで、開票作業の人員を少なくしたことがっていう見方もあるようなんですけれども、現時点で原因だったりとか今後の対策みたいなのは1週間の結構考えていらっしゃるものがありますでしょうか。そうですね、今回のことを受けてですね、必要な人員数というのをしっかりと確保して、今後の選挙ではですね同じようなことが起こらないようにしてもらいたいというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、ご質問、どうぞ。川口さん。すみません、たびたび川口さんに申し上げたいです。はい、すみません、ワクチン関係なんですけれども、はい、昨日ですかね、1、2回目 の方のまだ事情があってこう受けられていなかった方、はい、もう一度できますというリリースがあったと思うんですが、はい、一度その11月で希望者については全て接種ができるだろうということで、そこでこう打ち切るということを表明されて、今回ただ12月もできますということにしたと思うんですが、まあ、ワクチン接種率もかなり上がっている状況だと思います。この中で12月やはりこう必要だと考えた理由、ワクチン接種への1、2回目のワクチン接種への考え方っていうのを改めて教えていただけますでしょうか。まず12歳の誕生日を迎えられる方というのが順次いらっしゃるということもございますし、さまざまなご事情から、接種ができなかったという方も一定程度おられるのだろうというふうに思っておりまして、希望される方のほとんどは、もうすでに8割5分は受けていただいているんですけれども、そういう意味で、もうしばらくということを判断したところです。はい、ご質問他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして本日の定例視聴者会見を終了させていただきます。お疲れ様でした。